してますね。あ、はい、今日紹介の商品じゃなくてすみません。さっきグーちゃんが着ていたオレンジのシャツはブルメのイーちゃんも似合う色味ですか？あ、でもイーちゃん着れそうな色味ですね。さっきの私が着ていたシャツ。いけると思います。私ちょっと淡くて明るめのトーンのものは似合うタイプなので、うんうん、そうだから黄色とかオレンジでもギリギリいけるやつ。はい。はい。はい。うんうん。あ、またレタスクラブの2人さん見られるのかな。明日の、コラボは多分まだお見えにならないと思います。うん、はい。そうだね。うん。うん。はい。うん、サンダル夏っぽくてすごく可愛いです。あ、ね、可愛いですよ。兄ちゃんが言ってたサンダルですよね。いや、サンダルも最近めちゃくちゃ可愛いの出てて、私もめっちゃ欲しいです、はい、さっき私が履いてた厚底のサンダルとか私絶対買うと思います。あ、来た。よいしょ。あ、プライベートライブみんなでしてください。私ね、土曜日にプライベートライブしようかなって思ってます。はい、土曜日。めっちゃ悩んでるけどしようかなって思ってます。はい。あ、ぐーちゃんその透け感セクシーね。この透け感めちゃくちゃいいですね。私これ好きかも。結構ちょっとボタンが出てるのもいい感じです。あら、ぐーちゃんかわいい。ありがとうございます。首苦しくない？全然苦しくないです。これのまだ紹介してないんですけどなんかまだこのなんていうんやろ、締め付け感が本当にない。これはだから大丈夫そうですよ。うん。え、私間違えてる？右と左。え、ちょっと待ってください。え、いや合ってる。え、ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいね。え、合ってないかもしれへん。ちょっと待ってください。めっちゃ間違えてた。え、すいません。え、すいません。逆で来てた。あ、パクできてました本当に申し訳ございません。逆できておりました。私グーが、すいません、申し訳ないです。グーちゃんクラブハウス、クラブハウスね、皆さん多分アンドロイドの方とか多分皆さん持ってない気がするからちょっと考えます。うん、よし。間違えてた。そう、間違えてました言っていただきましてありがとうございます。そうなんですね。今ちょっといいちゃん、さっきの確認しに行ってるからちょっと待ってくださいね。申し訳ないです。あ、グーちゃんマムネニムの黒買いました。私も黒買いましたよ。はい、マムネニムの黒、ブラック買いました。そうそう逆やった、ごめんなさい。うん、逆でした、逆でしたあ、気をつけないと裸に見えないか心配。あー、大丈夫だと思います。まあ見えるとしたらこの色だけじゃないですかね。あとの色味はもうネイビーやったりアイボリーみたいなのまだ紹介してないみたいなんですけど、この色とか今いいちゃん着てるよ、ね、大丈夫そう。見えるとしたらこれだから気になる方は違う色の方がいいかもしれないですね。うん、うんうん。あ、グーちゃんのデニム M2753。 そうです、 M2753 です。うん。あ、何度もごめんなさい。おしゃべりコーナーでお時間があればでいいので、ライトグレーかな、ライトグレーのシャツにマーメイドのネイビー合わせるの。あ、ライトグレーのシャツがね今ちょっと手元にないのでできかねます。申し訳ないです。うん。あ、 M2753 です、このパンツも。はい。うん。あ、マムネイビーお揃いで嬉しいな。ねえ、そうなんです、買いましたよ、マムデニム。うん、うん。グーちゃん、今日のヘアゴムみたいな。 OK です。今日のヘアゴムこんな感じかわいい。え、それってさ、結んでるの？結んでるんです、これ自分で結んでる。はい、なんかね、これ結び方があって、ちょっとおしゃべりコーナーでやりますはい、なのでおしゃべりコーナーまでちょっと待ってください。かわいいなって思う。そういうゴムなのか、結んでるのか分からないんか結んでるんです、これ。はい。うん、うんうん。あ、私もグーちゃんを着てるの見てマムネリムの黒買いました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね。あ、マムネリム163センチで S で竹川もグーだったよ。
ありがとう。ありがとうございます。ルーだったよ。ルーだったよ。あれママデニムって丈がもともと短い仕様なので、S サイズで履いていただいてもめちゃくちゃ可愛い。足首が見えるのがめちゃくちゃ可愛いので、S で大丈夫だと思います。160センチだったら。うん。あ、ブーチ M2753 デニムサイズ何入ってますか？これ XS 入ってます。はい。XS 入ってます。はい、うん。うん。あ、私もママデニム購入してありがとうございます。うん。ブーちゃんのヘアアレンジも YouTube の企画でしてください。ほんまやね。なんか私とみーちゃんはやったから。あ、そっかそっか。うん。ブーちゃんやってないもんね。そうですね。うん。ぐーちゃんヘアレンジ上手、ありがとうございます、嬉しいです。よし、すいません、お待たせしました。さっきね、商品ページのやつ確認したんですけど、うん、もう多分出てると思うんで、はい、はい、ライブ紹介品番の特集にあるページには出てます、はい、はい、なので見てください、ぜひ。ありがとうございます。はい、じゃあ、いきますね、試合いきましょう。はい、うん、はい、ではこちらがハイブソでバックシームシアーニットになります。はい、インバーガシーの5256です。うん、お色がまずぐーちゃんが着ているのから、こちらがベージュです。はい、はい、続いて手に持っているのがこちらネイビーです。はい、はい、そしてアイスベージュです。はい、はい、そしていーちゃん着ているのがこちらミントになります。はい、はい、こちらは4色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2640円、イエーイはい、こちらも3月26日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、これはですね、先ほどもちょっとちらっとお伝えしたんですが、はい、透け感がめちゃくちゃ、なんていうの、めちゃくちゃ透けすぎず、うん、めちゃくちゃいい素材感だと思います。大人な透け感、そう、大人な透け感です、うんうん、はい、で首もそんなに苦しくないですし、うん、ちょっと締まりすぎてるように見えるかもしれないんですが、はい、めちゃくちゃ柔らかい生地なので、うん、大丈夫そうです。はい、はい、で袖のポワン感、ここのポワン袖ちょっとふわっとなってるところが、うん、シルエットも隠してくれてめちゃくちゃ着やすいと思います、うん、あとここリブになっております。なので腕まくりもね、本当にしやすくて、はい、こう止まってこう振り下ろすとまたちょっと違うシルエットで着ていただけるので、うんうん、それもまた可愛いんじゃないかなと思います。はい、はい、で夏1枚でね、着ていただくにはちょっと透け感が目立つので、うんうん、私とかいーちゃんみたいにこうスクエアタンク着たり、今日紹介したタンクトップとかね、はい、中に合わせてもらうとちょっとこなれ感も出ておしゃれにこなせるんじゃないかなと思います。はい、はい、で後ろちょっと、あ、後ろ向いてもらっていいですか？はい、こっちの方が見やすいかも。ラインが入ってます、ここにストレート、うん、まっすぐのラインが入ってますので、はい、ちょっとシンプルなんですけど、後ろバック姿もちょっと、うんうん、ワンポイントが入っておりまして、綺麗に可愛く着こなせるんじゃないかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ゆっかさん、視野系は春らしさが出て美味しくなるね、めっちゃいいと思います。本当になんかさらっとね、こう長袖なんですけどやっぱ涼しいし、うん、なんか春ってね、どんどん暖かくなってくるので、うん、なんかちょうど良くなってくると思います。そうですね、うんうん、はい、あと真夏手前ギリギリまでいけるんちゃうかなと思います。はい、うん、あやこさんが夏は日本全国スケラ化していこうって発言が面白い姉とコーブレタスガチ勢で気になる商品教え合ったり、うん、お揃いで買ったりしてます、大好きですって。ありがとうございます。DT さんかな、ありがとうございます。うん、カエデさんが生地はかゆくない、ガサガサしてる、ね、生地感はレーヨンが 89%、うん、ナイロンが 11% 入っております、はい、なのでレーヨン 100% とかに比べるとナイロンが入っているのでちょっとチクチク感はあるかもしれないです、うん、でもアクリル 100% とかよりは全然ない方だと思います。はい、なので敏感肌の方は中に逆にロンティーとか着たらもう可愛い気がします、ね、うん、あえてここだけこうちょっと素肌が透ける、うん、クルーネックとかでつけさせたりとかしてもいいですよね、うんうん、そうですね、うん、そうでシャリ感、そう、本当シャリ感がちょっとあるっていう、はい、ちょっとです、うん、感じがします、はいはい、白着てほしいってあるんで、ちいさんが私じゃあ、うんうん、白着てはいます、はいはい、お願いします。アイスベージュかな、はい、うんうん、はい、お袖のポワン感がタイプです。坂さん、わかります、このねポワンが可愛いですよね。あとすごく華奢見せしてくれそうですよね、お袖のシルエット拾わないし、このシア感があるので
すごく華奢見せが叶いそうです。キーセイさん、レタスさんのドッキングトップス愛用してます。ありがとうございます。ドッキングトップスね、可愛いですよねありがとうございます。ブラックって着ましたか？ブラックはね、着てないんですけど、これブラックじゃなくてネイビーがあります。なのでネイビーもちょっと後で私着てこようと思います。はい、腕まくった時、そう、めっちゃ可愛いんですよ。これ全部ガッて肘上ぐらいまでまくったとしても、この袖をポワンとさせてこういう感じで着ても、夏場とか涼しいし、いい感じに袖も腕周りも隠せるし、すごく形も綺麗なので大人っぽいし、すごくいいと思います。あとネックがちょっとややハイネック気味かなと個人的には思ったんですけど、夏場もこれぐらい透けてたらすごい涼しいと思うので、ここ見せたくないっていう方、ハイネックでも暑いなみたいな方はすごくぴったりだと思います。はい、イーちゃんのホワイトデニムの品番知りたい。これは田中明子さんコラボのデニムで、私これちょっと今 S サイズを履いてますね。丈がちょっとだけ短いです。はい、田中明子さんのコラボデニムで調べていただくと出てくると思います。はい、イーちゃん、さっきのスカートにサスペンダーつけたら変ですかと質問されている方がいたけど、あ、サスペンダーですか。さっきのあれですよね、編み編みのスカートですよね、ニットのあれにサスペンダー、本当になんかすごいシュッと見せたければサスペンダーもありかなと思うんですけど、どうかな。あ、ウエストがもし大きいとかであればサスペンダー使いもありかなと思います。でも私は結構シンプルに着る方が好きなので、なしではないけど、私はもしかしたら普通に着る方が好きかなとは思いますね。はい、ミントの下は白以外何が合うかな。黒にしちゃうと結構色味がすごい出そうなので、モカとかグレージュとかぐらいだったら、あとグレーとかだったらインナー入れても変じゃないかなと思います。はい、息子誕生日です。もし歌ってもらえたら嬉しいです。名前はそうちゃんで、はい、ゆうさんかな。はい、スクショしました。はい、イーちゃんコーデにイーちゃんが持ってるキルティングバレーパンプスのホワイト合うかな。めっちゃ可愛いです、うん、絶対合います。ポイントをトップスだけにしたら、いいと思います。はい、はい、じゃあちょっと私、もう着ていきます。お願いします。はい、私は、何色でしたっけこれ。これはアイスベージュ。アイスベージュに、中インナーをさっきのラベンダーにしてきました。中インナーラベンダーです。なんかこう、なんていうの、こう見ると分かりにくいかもしれないですけど、生で見ると結構、色合いがマッチしてて可愛いなと思います。あ、確かに、はい、ちょっと出てる感じが、うんうん、いい感じの色味の割合、うん、ですよね。なので中にカラーものを入れるのも可愛いと思います。はい、あ、骨格ストレートにはどうかなっていただいてるんです。これはね、首詰まってるんですけど、ここでね抜け感が全然あるから大丈夫な気はしますけど、はい、うん、あ、推しカラー教えてほしいです。私さっき着てたミントがすごい好きです。あー、かわいいですね、うん、私はさっき着てたベージュかなでもカーマこのアイスグレーめちゃくちゃかわいいと思います。中にカラーものを合わせるならこれの方が着やすい気がします。うん、じゃあいきますね。あ、ラベンダー合わせ素敵ね。ラベンダー合わせすごいかわいいです。うん生で見ると、グーチ生で見せてね、ちょっとカメラ越しだからいつもすみません、うん、あ、抱っこ紐してきたら生地破れたりしそうですか。あ、でも私抱っこ紐をつけたことがないので、どれぐらいこう引っ張られるのかとかはちょっとわからないので何とも言えないんですが、もうカチャッとかするやつがあって、もう破れてしまったらちょっと難しいかもしれないですけど、でもどうやろう、なんか引っかかりには気をつけた方がいい気がしますね、うん、気はします、うん、ピッてなっちゃう可能性があるから、うん、生地こんな感じなので、うん、うん、あ、ボトムは何履いてますか。これはね、さっきと何も変わらず今の27号さんです。何も変わらず、すみません。うん、着ていきますね。
真夏でも行けますか、紫外線エアコン予防な感じで絶対行けると思います。これ真夏行けますよね。うん、なんか、ね、UV カット効果とかはないので、あの、うん、シアー部分は焼けると思うので日焼け止めはちゃんと塗ってください。塗った方がいいですね。ですからこれは全然涼しいです、うん、なので大丈夫そうです。うん、結構薄めだね。そうですね、薄めですね。でもこの透け感が可愛いのでございます。はい、はい、あ、今から見ます。ありがとうございます。嬉しいです。あ、シアーシャツどちらが涼しいですか。私シアーシャツよりこっちの方が涼しい気がするけどな、うん、私もします。こっちの方が涼しい気がする。だってもうこれ通気性やん。通気性通気性じゃないって感じがします。もう、うん、完璧なる通気性。あ、開けたことがない。はい、あ、サンダル足もういよいよ夏ですね。夏ですね、うん、はい、ネイビーです。ちょっともうワントーンでしてきました。うんうん、うん、でネイビーはインナーを黒とかにした方がなんか馴染みがいいかなと思ったの で、うん、黒着てます。はい、はい、こんな感じです。うん、あ、ぐーちゃんフットネイルもセルフのジェル。あ、そうです、かわいい。めっちゃ適当です、フットネイルなんで。これはインナー何色ですか。ぐーちゃんのかな。ぐーちゃんはラベンダー、ラベンダー今着てます。今着てますよ、はい、馴染みがすごい良くて それもかわいい、はい、カラー合わせがかわいい。はい、じゃあこんな感じで全部カラー見せれたので次のやついこうと思います。はい、はい、ワンピースかな。はい、はい、うん、あ、ネイビーかわいいって良かったです。ネイビーです。これはこうちょっとこのインナーの形、キャミの形がちょっと大人っぽいのでこの感じもかわいいですね。さっきこうタンクトップだとねちょっとカジュアルめだったんですけど、キャミにするとグッとなんか女性らしさが出るような気がします。あとまあドットスカートなので余計かなと思うんですけど、はい、こういう合わせもぜひぜひしてみてください。はい、何色しようか悩むね。そうですね、色迷う方結構いらっしゃるかもですね。私ネイビーもなんか透け感がやっぱりね、こうネイビーって締まる感じがあるのでこう透けててもそんなに目立たないし、これもこれで可愛いなと思いました。上品ですね。はい、キーちゃん質問です。ライトグレーシャツにマーメイドのネイビー合わせおかしいですか。おかしくはないと思うんですけど、多分グーちゃんとその時話して、あのその質問をいただいた時話してたのは可愛いなって私たちが思うのは3色ともいけると思うんですけど、なんかアイボリーでちょっとなじませる感じのコーデか、グリーンを差し色にしたコーデか、でもネイビーももちろんいいと思うんですけど、多分その2つだと私たちは言ってたかなと思うんですけど、でもどの色も多分あの3色だったらライトグレーには合うと思います。はい、リーちゃんのスカートはあきこさんコラボですか。そうです、キチさん、これはあきこさんコラボのドットスカートです。私物です、今日の。はい、うん、スクエアタンクを検索したらニット素材のものしか探せなかったんですが、先ほどリーちゃんが着てたのはニット素材のものですか。そうです、あれはニットのスクエアタンクです。スクエアタンクはね、ニットのやつしかないと思います。はい、カットソー素材のスクエアタンクは今のところは見てないですかね。はい、今回のボタン付きのはちょっと綿系のニットじゃないんですけど、リブのカットソーっぽいやつなので、まだちょっと素材感も変わりますね。はい、みーちゃん M3207 のデニムの S サイズ再入荷しますか。あきさん、再入荷情報はちょっと私は分かりかねるのですいませんが、 LINE アットでちょっと調べていただければ嬉しいです。はい、すいません。あゆさん、みーちゃんミントがすごく似合ってた、ありがとうございます。私は結構ミント推しです。あれすごいミント可愛いなと思いました。あと何の紹介が残ってますか。あとワンピースとバッグです。はい、あります。いーちゃん、これのいいな、ブラトップみたいなのにしたらまずいですかね。ブラトップでもこう形がこういう感じのやつだとちょっとやらしい感じがあるかもなんですけど、うん、普通のこうピッてなってるやつとか
なんかそんなにネックのラインがなんか完全にブラっぽく見えないやつだったら別にカップ付きインナーでも問題ないと思います、うん、はい。